今この屋根を何と説明すればいいですかどういう状況になってますか

石川県ラブジュシーを訪問した2回に分けて報告する今年現実に発災した能登半島地震から7ヶ月が経過被災地の現実は復興という言葉から遠く7ヶ月経過したことで損壊した家が水分を含んだおみでさらに倒壊したり壊れた屋根の応急措置として貼られたブルーシートが劣化・あもりするなどの事態が起きている 今回 NPO の方々にお願いして屋根のブルーシートの張り替えに立ち会わせていただいた災害による木屋の被害で最も重い全壊や半壊などでなく一番被害の程度が低い一部損壊とされた家であっても屋根の皮がずれた状態であれば雨が降るたびに家の中は雨漏りする雨が降るたびに自宅が水害に遭う状態であるこれを放置すれば毛中がカビだらけになり 健康に生活するる。こととななど不可能となる被害程度が一番低い一部損壊だと住宅再建に関する国からの修理費は1円も出ず仮設住宅に入ることもできない一方でいい制度もある理災証明によって契約の被害の度合いがジャッジ確定されるのに時間がかかるその手続きの前に利用できる住宅の緊急の修理という制度がある 対象は犯行の次に被害が重い、順半壊程度が目安とされる。発災から10日以内に修理を完了させることが条件。ノ度ドでは4月30日まで完了期間を延長された。そんな短期間のうちに、D 細証明上のキアの被害を確定することは不可能である。つまりは様々目安を設けているが、 最終的に一部損壊となりそうな部屋でも正式に確定するのはもっと先になるので広く困った人たちを支えるために柔軟運用されている悪くない制度が存在するということ認められれば5万円以内であれば支給される今回の災害でも部屋の緊急措置として5万円が支給されブルーシートを購入安もりを防いだ被災者は少なくないところが この屋根にかけたブルーシートは最大耐久しても半年が限界という。発災からすでに半年を過ぎ7ヶ月。発災当初に貼られたブルーシートは限界を超え雨漏りが始まっている。7ヶ月が過ぎても復旧・復興が順調に進んでいるとは言えない。非常に稀なケースである。本災害の被災者に対して住宅の緊急の修理の5万円を再度支給し、 雨が降るたびに水害に遭うような状態から被災者を守らなければならない。加えてこのブルーシートを貼っているのが誰なのか政治はそろそろ考えなければならない。業者に頼む場合には業者側の利益にならなければ仕事として受けてもらえない。たった1件であってもブルーシート貼りを経費込みで5万円で引き受け、 利益ななど関係なく職人を送り込む業者は存在するだろうか。やりたい気持ちはあっても事業を継続するのが難しくなるのが現実ではないかブルーシートはあくまで短期間の緊急措置としてその後、本格的に屋根の修繕を行える案件であれば仕事として受けることができると考えるのが普通ではないかでは一体誰が屋根に登り作業しているのか スドードの高齢者が屋根に登って作業するわけにもいかない。実際に現場で動いている多くは NPO の方々によるブルーシート張りであり、このような善意に甘え続けてきたのがこの国の災害復旧復興だ。少なくとも、未だ多くの家の蛇口から水が出ないという宅地内漏水に対して、十分ではないが工事業者の出張費など一部を行政が出す。 という運用の変更を行ったように屋根の問題に関しても1件あたり5万円で利益が出せる案件を一日何件もこなせるようにして積極的に動ける業者を作っていく仕組み作りを急がなければならないいつまでも NPO の方々が被災地にとどまりブルーシートを自前で張り替え続けてくれると思考停止するのは被災者の切り捨てに他ならない。 話を戻すと追加の5万円支給する件はあくまで緊急的措置本質的な解決には別の施策がいる現在の国の災害救助の枠組みからほぼ外れている一部損壊生活の基礎である住まいその基礎の一つである屋根ここが壊れていては生活がままならない屋根が壊れていても一部損壊とされてしまえば屋根の修繕にかかる費用の数十万円 場合によってはは数百万円は自白となる対応できるのは視力がある家庭だけそうでないものは修繕できずブルーシートをかぶせたまま雨漏りする家に住み続けることとなる過去に被災した地域では今も見られる景色だ屋根の被害に関しては半壊も一部損壊も関係なく 被害に遭った屋根の面積から算出された工事費の自治費を支払う制度をスキ導入する必要があるそうでなければ人間の尊厳を守る暮らしなど到底遅れない災害からの生活の復旧が財力次第となれば災害のたびに貧困は拡大することとなるしそうなっているこのようなことは農道半島自身からやめにするべきだ 被災者のために何でもやると宣言した総理に対して要望書を提出し求めていくこのあと農道半島地震視察22に続く発災から7ヶ月が経過し復興が進んでいるかのような報道や主張の会見があるが現実はそうではない日本で起きた過去災害においても7ヶ月間にわたり被災地の広範囲にわたって自宅水道の復旧ができていない 避難所生活が解消できないといった状況はまれである今回の訪問でも復興という大きな未来を語ることで目の前の復旧の遅れから目をそらせるような現実にいくつも遭遇したまずは一時避難所の利用者の方々にお話を伺った寝床として使用されている段ボールベッド寝心地がいいといった報道はこれまでにもされてきたが 製品としても半年以上もの避難生活を送る前提では考えられていないだろう。実際訪れた避難所では半年以上、ダンボールベッドで生活を送り、エコノミー症候群になった被災者もいらっしゃった。私も横にならせていただいた。ただただ硬い。今までの人生で家具売り場などで展示されるベッドには、すぐお試しで横になってきたこと数十回以上の私であるが。 そのどれよりもはるかに硬いと感じたこれでは疲れを取ることは難しくたまっていくことになるだろう物資提供などでマットレスが届いた避難所もあるようだがばらつきがありそのような提供品があるならとリクエストをしたがすでに遅く全員分はもらえなかったという避難所生活が7ヶ月以上にまで及んでいる状況と仮設住宅完成の遅れを鑑みれば至急寝行くをはじめ 環境改善を進めなななければならない経済を回すという言葉で何かと被災者支援を絞ろうとするのでなく日本の優秀な寝具メーカーから深い眠りにつける寝具を国が避難生活者のために買い上げて経済を回されてはいかがか甘えているのは被災者ではなくこのような状況を放置している行政や国が責務を果たさず甘えているのである。 避難所ではこの猛暑でクーラーによる問題も起こるす。冷房をつければ室内がまんべんなく同じ温度になるわけではない。窓牛、中央、優刺さない室内の奥で考えれば温度差が生まれるのは当然。クーラーの位置と寝床の位置によって暑い、寒いの差は出てくる。ここ最近、他の避難所でクーラーによって体調を崩す高齢者が出たという。 それにより、冷房の使用をセーブ。それによって、子どもが熱中症になったケースがあったという。高齢者が我慢しろ、子どもが我慢しろという話ではない。さまざまな世帯が寄り合って、一つ屋根の下、すでに7ヶ月以上生活を送り続け、年内にそれを解消できる確約もないこと自体が異常なのだ。被災者がこれまで我慢を重ね続けた上に、さらなる我慢を押し付けるのではなく、 今ある条件の中で最大限の解消方法を見つけることが求められる例えば仮設住宅は完成しているが入居希望者がおらず部屋が空いているという物件を利用できないか貯蓄市において完成した仮設住宅のうち38戸の入居が決まっていない空き部屋の半分近く17戸がワンルームという単身世帯を想定した物件 年時点そうであるなら、事情や問題を抱える世帯を優先的に、1つの家族が2棟の仮設住宅に分散してもよい。冬ごろに完成する広めの仮設住宅に後から移って、1つの仮設で家族が暮らせばよいとは考えられないか。しかし、そのような運用は現在不可能である。基本、一度申請すれば、 二度目の申請はできなないい仕組みになっているこの1世帯1申請という運用を改めるべきだ。今こそ被災者を避難所に閉じ込めない柔軟運用を始めるときだ。これが改められれば自宅から少し離れた地域の仮設なら空いているが、自宅近くの仮設ができるまであと数ヶ月、避難所で暮らすしかないという問題も一部解消されるのではないか。それぞれの。 の避難者の事情を鑑みて、一度ではなく二度であっても申請を認める運用に改めるべきである。7ヶ月以上もプライバシーなど保てない生活から多くの人々を救済する必要がある。一時避難所の選択問題。発災から7ヶ月が過ぎ、自宅の蛇口をひねっても水が出ない状況の中、この酷暑である。その影響に苦しんでいるのは在宅避難者だけではなく、避難所利用者も、 大変な思いいをしている。その一つが洗濯問題だ以前は避難所によってはランドリーカーなど配置されることもあったが今は撤収され洗濯機などの設置はされず経済を回すという理由のもと自分で何とかしろという状況話を伺った避難所利用者の方は早朝にコインランドリーまで車で移動し週2回たまった家族の衣類を洗濯しているという。 ここにかかるコストは1回あたり1300円。1月の洗濯代が1万円を超えることになる。災害にあっていない一般家庭の洗濯のコストはいくららいだろうか。ネットで検索すると htbenergy.com a r t i c l e at price。5.20点で見ると、ヒータしき乾燥の縦肌洗濯機、洗濯および乾燥1回の電気代約71円、水道代約40円、計111円。 ヒーター式乾燥のドラム式洗濯機、洗濯および乾燥1回の電気代約54円、水道代約22円、計76円。災害によって多くを失った人々が生活する上で欠かせない洗濯をするためには、被災していない人々の何倍ものお金を支払わなければならない状態。経済を回すという理屈によって、このような不条理を認めるわけにはいかない。 経済を回すというなら、多くを失った人々のなけなしのお金を絞り取るのではなく、自宅の上下水が使用できるまでは、経済的な補助を出すべきだし、その気がないならば、せめて、各避難所にランドリーカー設置や、各避難所に洗濯機の設置をマストにする必要がある。まずは政府への要望書で、その先も強く求めていく。